はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーの、試合を行っていきたいと思います。はい、今回、首位のアスカディア、ナラとの対決です。いやー、これは苦しいなー。まあ、引き分けでいい線だなーとは思いますよね。あれ？練習試合だ。あ、一瞬あるんだ。だから。お、ターゲットマン。なんか昔って言ってもまあ、大阪万博の頃ですけど、ターゲットマンっていうドラマがありまして。あ、それ思い出しますね。まあ、どうでもいい子男子ですけど。さてと、彩香がちょっと疲れてるなぁ。コンパクトフィールド。スライディングヘッド。とりあえず翌週行ってみましょう。おっと、そうだった。オファー出してたんだ。チェスト鹿児島の作用。やったー、合意ですね。これでまた、女子選手が増えました。サヨ選手です。早速ですね、特訓を行いましょう、サヨ選手。ボンバーヘッド。そしてスタメンですが、サヨ選手出してみますかね。やっぱり新陳代謝っていうのもいますしね。そしてもう一人がくるみかな。そうか、くるみじゃない、緑だ。くるみはちょっと予備で。くるみはもうポテンシャル落ち始めてるんですよね。そこは気になるな。ちょっとひろたのポジションを変えましょう。ゴール数も落ちてますよね。まあ、サツキを変えた方がいいのかな。ポジションを変えたい場合はどうするんだったっけ。クラブかな。まず誰かを、退任させないといけません。解雇ですね。これはもう、おっと、上皇が落ちてるぞ。上皇、ちょっと、まあ、いい選手ではあるんですけど、メガ口が落ちてるな。パッとしないんですよね、最近ね。ゴール数が減ってるっていうのもあって。これはちょっと、どうかなという気はします。とりあえず公式戦移動してみましょう。
オニマルで、ミホを、ひとせおかりミホを、なのか、なあこうかにひろたおかな。そうですね、こんな感じでいいかと思います。はい、試合開始です。まあ相手のホームということもあり、不利は否めないですね。まあこれはだいたい想定通り、まあ引き分けに持ち込めばいいかという絡みではありますね。他の試合もありますからね。あっさり取られた。おっと、早くもピンチだ。早くも一投。相手のシュートの精度の甘さに助けられましたが、おっと逆にチャンスだと合わなかった。足が、お、小西うまいな、栗田。おっと、これはノーホイッスル。どうしたんだろう、なんとなく合わないな。おっとノーホイッスルか。おお、あと当たりに行く、積極的だ。この辺のパス回しはうまい。あーっと、やばい。おっとピンチを逃れます。あっと流れるようにゴールへシュート。相手にとっては超エキサイティングですよね。まあそんなにエキサイティングでもないか。まあとにかく左へ、鬼丸。もうちょっと慎重に行きたい。おっと、パンチング。ここはうまく拾ってもらいたいね。フットラッピングとか、ちょっとのミスが、響きますから。これは夏木が反応していってて出ました。おお、合わせたがこれは決まらず。おお、緑ナイス。まあ、悪い流れじゃないですね。あっさり小西に取られてしまった。小西も不気味ですね。さて、おっと、美穂がもう疲れてきている。菊池とタッチかな。菊池行きましょう。試合後半スタートです。まあ攻められてるシーンがあるんで、やはりディフェンダーが疲れてきてますよね。なかなか合わないか、タイミングが。え、何やってんだ。おっと、ここで余裕がい、うわー、2点入られてしまった。さすが首位アスカディア。甘くはなかった。
これは大きな2手目になるかな。おっと、ここで我々も選手交代です。福山入れるか彩香入れるか、福山をサイドに押して鬼丸に代わって入れましょう。7個窓かに代わって入れましょう。7個をセンターに持っていってつなげたいと思います。見よ、さあ、あっとついていけない。これはファールになった。さあ、これ交代枠を使い切った。入ったかな、入った。1点差。奈良子がこれうまいセンタリングですよね。で、福山がなんと、福山がシュート。あれ？福山って後ろにいたと思うんだけど、合ってますね。さあ、今度はピンチが続く。ピンチになった。あー、これはやばい。おっと、ピンチを逃れました。まあ、なんとか決めてほしいが。おっと、ファールだ。ちょっと焦りが見えるのか？夏木がよく頑張ってますね。さて、さよ。すぐ取りに行きますね。え、何やってんだ？反応がなかなか遅い。なんかここからチャンス作りたいけど、逆にもうあんまり時間がない。さあ、ここで試合終了。まあ、点差以上にやっぱりチャンスメイクの差が出ましたよね。もっと点数取られててもおかしくない気はしました。まあ、ここ特に後半やっぱり運動量っていうか、ボールに足が追いついてないっていうのがありましたね。走力も、そして足の汗も。まあ、でもこれでいいんです。なんていうか、まだ地固めできないうち上がった予算的にも、あと能力的にも問題があるんで、あとその上に上がるために変な予算投資してしまうっていうのも良くないですしね。確実に地固めを行って、それから地に足をついた状態で上に上がっていくというのが目的ですから。まずは女子選手を揃えつつ、上に上がること、上に上がるというか、着実に試合数を重ねて力をつけていくことが大事です。あ、意外とボールの支配率って変わらないんですね。まあ、とはいえ
シュート数はやっぱ圧倒的な差があるんで、力の差はまだまだありますよね。これでまた 5割5分に戻りまして、4位、トップロードナイタとは勝ち点8。ちょっとこれはどうやらこれ以上増強はできないみたいですよね。はい、またスペシャルメニューをゲットいたしました。今度はアイコンタクトという、これいいですね。あれ解雇できないのか、この時期って。いや、できますね、解雇は。解雇したいです。解雇するっていうか、してるのか。サツケを登録ポジションを変えましょう。ミッドフィルダーです。はい、次は、イーダビスタ戦。これは確実に勝てるかと思います。まあ、勝たないといけません。はい。というわけで、あと、もう、7節ですか。さすがに、2位は厳しいですね。まあ、このままの順位で、次へ挑めれば、シリーズもそんなに下がらずに、ひょっとしたら 100% 維持したままで、来季、いけるんじゃないかなと思います。ではですね、こちら、ご視聴いただきありがとうございました。カルチョビットは、お送りいたしました。はい、今、ゲーム動画で行こうでは、チャンネル登録1000人目指しております。登録していただくことで大変励みになります。ぜひとも登録よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。はい、最後の20秒で関連動画、動画のプレイリストの、リンク、表示がありますので、お時間ありましたら見に行ってください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。